ヤス開けたの何年前？あーもうそういうのダメよ、そういうのダメよ、そういう穴をついてくるみたいな、そういう誘導尋問みたいな、私がこう、私が確かに何も考えずにコメントを読んで何も言わずにフラッと答えてこうね穴をついてくるみたいな、それダメよ、ダメダメ。ピアス開けたのは1年前かな、うん、1年前ですね、高校生の頃なんで、はい、1年前でーす。そう、穴だけにね。でもさ、なんか切り抜きとかさ、ずるいよね。なんかこういう話してるとさ、こうさ、なんかうまくさ、なんていうの？例えば、やくもべにおばさん疑惑みたいなタイトルだったりして、なんか見に行ったら、私がちゃんと弁解してるとこ載せてくれてるんだけど、なんかそういう切り抜き見るとさ、なんとも言えんよな。なんかタイトルだけ見ると私がなんかすげえおばさんみたいだなーと思って見に行ったら、中身はちゃんと私は本当は若いですからねとかって必死に弁解してるとこ載ってるみたいな、あるよね、切り抜きって良くないよね、本当に。ちゃんと私の今のを切り抜いてください、切り抜くなら。ピアスを開けたのは高校生の頃ですね、ピアス開けたのはいつですか。あ、ピアス開けたの1年前ですよ、はい。あ、言っちゃった、ここ載せてほしいわ、ここちゃんと。ヤクモベニ高校生疑惑みたいなよくないか、酒飲んでるからなそれはそれでよくないか。しずくさんスーパーチャットありがとう。今日もベニちゃんが可愛すぎない。明日成人式一緒に出ようね、出ようね、一緒にプリクラ撮ろうね、一緒にあの自撮り棒でね、キュンデスポーズで撮ろうね。